引き続き生放送で最新気象情報をお送りしていきます。今日は6月21日消しですね。消すではないです初っ端から噛みましたけれども全然一文字違うだけで一文字違うだけでかなり意味合いが変わりますよね。違います失礼しました。噛みましたね。噛みまみたですね一年で最も影が短い夏至と言われます。皆さんはいかがで、夏至じゃないです、夏至です。夏に至ると書いて夏至です。いや、まさかね、オープニングでこんな飛ばすつもりは全くなかったんですけれども、いや、エンジン全開でしたね。幸先いいスタートですか。いや、自分でも驚いてしまいましたねえ。まあ夏至なんですよ。いや、まさかのオープニングトークになりましたけれども、あ、本当ですか、いいスタートになりました。皆さんお優しいからそう言ってくださるんですよね。影の長さからもこの時期を感じやすいかと思いますので、皆さんも味わってみてはいかがでしょうか。夏至のお話でした。はい、夏至のお話でした。まあね、こういう状況でありますけれども、この時間帯も生放送で最新情報をお送りしていきます。もう噛みません。明日もムシムシする場所が増えそうですね。そんな時は、もうダメだうまくいったためしないんですけど、今まで